ただし、社会的に令和新選組っていうのは、ある意味で、極わもの扱いされてる部分があるんですよ。なので、ごめん、あのいわ新選組にねっていう話をしたときに、もうそこからシャッター、急に下ろされる人もいらっしゃるんですよ。ええ、あの、これ、ある意味で誤解みたいな部分も混ざってるかもしれないし、本当にそうかもしれないっていうね、部分なんですけれども、それ何かっていうと、やっぱり、えー、例えばですよ、国会の中で、 一人ででもも牛牛歩歩すすううするるるのよよううにくなここととをあるんですそれ何のためですかって何の意味もありませんよねだってもう通るどう考えても通ってしまう法案に対してそうやって牛歩で、えー、止めるっつったって止まらないじゃないそんな意味のないことやって何かあるんですかただのパフォーマンスじゃないですかって言われることあるんですけれど。あの やっぱり徹底的に戦うのが野党でないとだめなんですよ。自民党や与党側がとんでもない法律を通してこれまで壊し続けてきたわけです。さっきの消費税のことだってそうだし、労働環境の破壊だってそうだし、それだけじゃない、日本の農業に対して大きく影響を及ぼすような TPP みたいなもの、日本の主権が壊されてしまう、日本の農業を終わらされてしまうと言われてたようなものさえも通していってるわけですよね。それを考えたときに もう数が足らないからしょうがないよなって、政治家が諦めちゃったら、やりたい放題じゃねえかよって、逆に言ったら30年、先進国で日本だけが不況が続いてっていうような状況を作ったのって、ある意味でのその野党側の諦め仕草の連続なんじゃないのって、体張ってでも止めてっていうような気概を持って、 当然もうそれ数で言ったら負けるわな、じゃあもう負けだからしょうがないわ、次の選挙で数増やそっかって、それでこの10年だけでもどれだけ悪法通ったよってことなんですよ。だから一人であったとしてもやるぞっていう気概を見せなきゃダメなんです。一人でやることによって何が生まれるかって言ったら、あのバカなんであんなアホみたいなことやってんのっていう人が、その例えば法案のどういう内容なのかってことを調べたり、みんながするわけじゃないですよ。 全国民のうちのたった一握りであったとしても、そういう人が生まれるっていうことは私、自由だと思ってます。それをパフォーマンスって呼ばれるんだったら、パフォーマンスと呼んでくださいと思うし、それだけじゃなくて、その法案を通そうとした自民党であったりとか、その人たちに対して、絶対にならんぞという気持ちを最後の最後までそれは表明し続けることも重要だし。 私が今一人で粘ってることを野党のみんなでやるっていう手もあるのに、どうして皆さん座られてるんですか、野党の皆さん。っていうことも言えるんですよ。つまり何かって言ったら、結局最後の最後まで叩かない野党だったら、存在価値ないじゃないかって。あんたらが体を盾にして、国民を守るっていう姿勢を見せなきゃ、国が壊れていくってことは止められないのに。 もう委員会で言うべきことは言ったし、これ以上できることはないなっていう、あんたらの諦めが国を壊してきたんだぜっていうことを、やっぱりこれは、なんだろうな、国民の皆さんに分かっていただく必要がある、つまりは、令和を応援できないと言ってる人たちでも、自分たちの応援している政党の人間たちがそういう態度であるってことに対して、しっかりお尻叩いてくださいよって話なんですね。で話戻ると